ふうで吐くんじゃないの？ひひふうです。でもひ言うたら息吸い込んだら死んでしまう。はい、ということで何してんの？お茶を。次はですね。ここを出させてもらうの3回目ですかね、なんですけども、はい、1回目からですね、やってるコーナーがありましてですね、皆さん日頃のストレスをこう発散しようぜコーナー、ここ曲中にですね、こうパッと映像止めますんで、そこでバカ野郎って言うとバカ野郎って言うとすごい、私は、ハグコジの GM やるのか、ほいということで、はい、皆さんに叫んでスッキリしていただこうという趣旨でですね、次の曲をやりますが、いきなりやれ言われてもですね、ちょっと難しいと思うので、そこのとこ練習しておきたいと思います。こんな感じでした。バッタリ出会った彼女のところで馬鹿野郎。おお、素晴らしい。何や、もう練習いなかったな。待って、今のきっかけでですね、皆さんの日頃の鬱憤をですね、馬鹿野郎に乗せてですね、こう吐き出してもらえたらこれ幸いでございます。なんでこんな喋り硬いの？幸い魅力ですけど、はい、いただきたいみたいな、ね、言ってます。いろんなこと言ってますけども、はい、じゃあ次の曲はパンクスドール。私にも分かんくん、やることすべてパンクドール、右見て右の言い方でどこにハマる、こうする、新しい服を着てみたが、それにはちょっと遅すぎて、ノーラスカメラオリジナル、周りはこっそりしたらしい、どっか気取って歩いていれば、まだそれこそ指をさす、上目深いレシーブかしめても歩く姿はゴリラッキー、あまりは他に友達も呆れ返っていなくなり、慌てて駆け出し探してみたが、一気に地方で誰もいねえ、 Go run away Talking by myself Oh I just running Bye bye punk ball。 一般市民のもっかんくん、誰もない家を反論、デートはいつもフランス料理、家では大丈夫まるかしら、ハハハハ。
僕が一番大バカ野郎でしょ。軽い酸欠やな。